石間秀樹は日本のロックギタリスト。インド音階を駆使したラーガ奏法のタール奏者。北海道札幌市出身。以前は石間秀樹や石間秀樹の芸名で活動していた。高校卒業後に本格的にギターを始め、札幌でジャローズというバンドを結成。その後上京し、1966年に GS グループジアウトローズを結成。 1967年シングル、初恋の丘でデビューしたが、1969年、解散。同年、内田裕也に誘われ、ロックバンド、フラワーズにリードギタリストとして参加する。同バンドは、メンバーチェンジを経て、フラワートラベリンバンドとなり、翌年アルバム、エニワヤでデビュー。アルバムほぼ全曲の作曲を担当するなど、ボーカルの上山中と共に、 中心メンバーとして活躍した。1973年の解散後は、ソロアルバム、ワンデーの制作、杉田二郎とのコラボレーションなどを経て、1974年に、千と河内、篠原信彦、後藤次都らと共に、トランザムを結成。アルバム、トランザムなどを制作したが、翌年脱退。以後は、ソロのミュージシャンとして、上山中などのアルバムに参加。 1980年、GS 時代からの名優、萩原健一とドンジュアン・アールアールバンドを結成。精力的なライブ活動を行う一方、ドンファン、デランジェなどのアルバムを制作。1984年には、神代達美監督の映画、戻り川の音楽を担当。1985年には、沢田健二とバンド、CO コロを結成。 88年までにアルバムを3枚制作し、ツアーも積極的に行った。1995年頃にインドに渡り、1998年、インドビシュヌプール派最高峰のシュタール奏者、パンディット・モニラグナグと出会い、彼に指示。その後、シュタールとギターを融合させたオリジナル楽器、シュターラを開発し、シュターラ・シュタールによる本格的活動を開始。二千年には、 篠原信彦とユニット、ピュタゴラス・パーティーを結成。屋敷、ゴータなどを共演者に迎え、アルバム、モア・イッシュをリリース。2002年には、深町純堀越明とユニット、ネオ・ JP を結成。その後2007年にインストゥルメンタルグループ、ビューを結成。現在もライブ活動を中心に、精力的な活動を展開中。2008年、 フラワートラベリンバンドでのオリジナルメンバーによる再始動を発表した。60年代からのテレキャスター愛用者だが、フラワートラベリンバンド時代は、ギブソンのレスポールも使用していた。2000年頃ネック部分にシタール、ボディ部分にギターを用いたオリジナル楽器、シュタールを開発。これは、シュタールの奏法でギターサウンドを表現することを目的としたもので、普通のギターに比べて、 ネックの幅はかなり広く、ボディの大部分は空洞になっている。チューニングは3音半下げで、6弦から、ADGCE、A, ザビーバーズ、フラワーズ、フラワートラベリンバンド、トランザム、CEO 頃のメンバーとしての活動は、当該項目を参照。ありがとうございます。